ハリラーオ・ホールカルは、インドのホールカル家の当主、インドオルハン王国の君主。1795年、ハリラーオは、ホールカル家のビトージー・ラーオ・ホールカルの息子として、生まれた。1801年4月、トービトージー・ラーオ・ホールカルは、マラーター王国の最小バージー・ラーオ2世により、像に踏みつぶさせられて殺害された。1817年11月には、 第三次マラーター戦争のマヒドプルの戦いに参加したが、ここでホールカルケは敗れている。1819年、ハリラーオはホールカルケの党首を奪おうと反乱を起こしたが、失敗し、マヘイシュアルに投獄された。1833年10月、ホールカルケ党首マルハールラーオホールカル2世が死亡し、一族のマールターンドラーオホールカルが新党首となった。だが、 彼は、マルハール・ラーオ・ホールカル2世の日、ガウタマ・バー・イー・ホールカルとその祖母、クリシュナ・バー・イー・ホールカルの権力を保持するための道具と思われ、人民や軍隊はこれに反対した。そして、前当主のいとこに当たったハリ・ラーオの即位を、人々は押した。こうして、1834年2月2日、ハリ・ラーオは、支持者によって、マヘイシュワルから解放され、マール・ターンド・ラーオは、廃位された。 その後、3月18日に、インドールに戻った後、ガウタマバーイーの養子となり、4月17日には、正式に即位した。イギリスも、この即位を認めたものの、ハリ・ラーオ・ホールカルが、長年の遊兵生活で健康が優れていないことから、後継者として、養子を取ることを常に進めた。そのため、ハリ・ラーアオは、いとこの少年館で、ラーオ・ホールカルを養子にする、ことにし、 1841年7月2日に正式に養子縁組し、8月30日にイギリス側もこれを認めた。だが彼はその後どんどん不健康になってゆき、ついには公的生活から完全に引退した。そして、1843年10月16日に、ハリラ・アオは意識不明となり、同月24日にその息を引き取った。ありがとうございます。